皆様こんにちは。ありがとうございます。本日はようこそ京都管楽合奏団アーティービアーズウィンターコンサート熊五郎22個目の贈り物へお越しくださいました。そしてインスタライブをご覧の皆様もこんにちは。見ていただいてますかね。本日のコンサートはですね、第1部シンフォニックステージ、第2部ポップスステージと盛りだくさんの内容でお送りしていきます。最後までたっぷりとお楽しみください。さて1曲目にお聴きいただきました曲は松浦慎吾作曲マーチベストフレンドでした。この曲はですね、2003年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲でして、作曲者自身が中学から高校大学と吹奏楽を通じてたくさんの素晴らしい仲間に巡り合えた経験から、現在吹奏楽を続けている人たちにもそこで出会う仲間が最良の友人であってほしいという熱く爽やかな思いが込められた一曲でした。華やかなコンサートの幕開けにぴったりの曲ではないかと選曲いたしましたが、いかがだったでしょうか。ありがとうございます。それではですね、ここで第1部の客演指揮者をご紹介させていただきます。大阪教育大学大学院芸術文化専攻を修了され、ご自身もフルート奏者であり音楽指導の分野でも幅広くご活躍中の池田雄介先生です。申し遅れましたが、私本日司会を務めさせていただきます谷山美香と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは続いての曲に参りましょう。2曲目は団長の上西孝義からご紹介させていただきます。団長よろしくお願いいたします。本日は京都管楽合奏団アーティービアーズウィンターコンサートにこれほどたくさんの皆様をご来場いただきまして本当にありがとうございます。本日2曲目にお送りいたしますのは、マスカーニ作曲歌劇カバレリアルスティカーナより感想曲という曲をお送りさせていただきます。このカバレリアルスティカーナというのはどういうものかと申しますと、およそ140年前にイタリア人の小説家によって書かれた、小説のタイトルなんですけれども、そこにマスカーニという方が曲をつけまして、130年ほど前にオペラとして初演をされたという曲でございます。で、物語は、2組の男女、カップルがですね、恋愛悲劇を繰り返しながら、ドロドロとしたような内容となっておりまして、当時のイタリアの、世相といいますか、そういうものを反映させたような、内容になっております。日本版で言いますと現代の昼ドラに、通ずるものがあるのかな、そういった雰囲気のものを想像していただければ、分かりやすいのかなというふうにも思います。で、次にお送りします感想曲というのはその作品の中で流れる、一曲でして、次に、起こる悲劇的な物語、出来事をですね、全く連想させないような清楚で、優しいゆったりとした曲ということで大変印象深い曲ということで、数多くのオーケストラによって、コンサートなどで演奏されております。曲の途中にはですね、木管楽器とそれからオーボエという楽器がございます。この2曲、2つの楽器がですね、応答し合うような部分があるんですけれども、私にはですね、まるでそれが恋人同士が愛を語り合ってるんじゃないかなというようなこと、そういう印象を受けというようなシーンが中にあります。よろしければ皆さんにもそんな雰囲気を味わっていただければ嬉しく思います。なお、本日のコンサートは、メンバーが足りない楽器につきまして団友の皆様のお力を借りて、コンサートをさせていただいておりまして、次の曲に関しましてはその方々に一旦ステージを降りていただきまして、アーティビアーズの団員とそれから特別お願いした方々にだけ乗っていただく最小限の人数で演奏をさせていただきます。さて、どんな雰囲気の曲になりますことやら、心を込めて演奏いたしますので、甘く切ない音楽の世界をお楽しみいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。団長ありがとうございました。それではピエトロ・マスカーニ作曲歌劇カバレリア・ルスティカーナより感想曲をお聴きください。
トロ・マスカーニ作曲歌劇カバレリア・ルスティカーナより感想曲をお聴きいただきました。それでは第1部を華やかに締めくくりたいと思います。第1部の最後にお送りします曲はジョージ・ガーシュイン作曲ラプソディ・イン・ブルーです。この曲の紹介は客演指揮者の池田先生にお願いしたいと思います。池田先生よろしくお願いします。皆様本日は、お足元悪い中演奏会にお越しくださいまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。私の方からですね曲紹介ということなんですけれども、一つ事前に団長の方からプレッシャーを与えられておりまして、皆さん見ての通りピアノを出す作業舞台の転換ここに結構時間がかかるんです。でこの舞台の転換の間池田話でつないでくれって言われてるんですね。なのでなるべく長々と喋らないといけない状況ではあるんですけれども長々池田の話を聞きに来たんじゃないよっていうふうにお客さんから言われないように端的にまとめつつ皆さんに曲の紹介をしたいなと思っています。この曲はガーシュインというアメリカの作曲家が、書いた曲になります。アメリカのジャズですねを元にしているっていうところなんですけれども皆さんラプソディのラプソディって何ぞやって気にされたことありますか？日本語で言うと狂詩曲、クルー、ゴンベニテラでシーで曲ですね。狂詩曲というふうに言います。込められた意味としては、民族音楽風に自由にファンタジーに演奏してくださいねっていうジャンルになります。って言われて何のこっちゃってなると思うんですけれども、ジャンルとしてはクラシックとかいうジャンルになってくるんですけれども、ジャズをアメリカの昔からある伝統的な音楽であるとか民謡みたいな、ご当地の音楽っていうふうにガーシュインが扱って、この曲を作曲したっていうふうに言われています。ホワイトマンという楽団の人がいるんですけれどもその人がわざと新聞に次の演奏会のためにガーシュインに作曲演奏した、ガーシュインに作曲を依頼したんだっていうことを新聞に出したんですね。ただその覚えがないガーシュインはそんなこと知らねえよって言って次の日に電話をかけます。それがホワイトマンの策でガーシュインに曲を書いてほしい演奏会で演奏してほしいっていう狙いがありまんまとはめられたガーシュインは2週間でこの曲を書き上げたと言われています。ミカにこの曲聞いたことありますか？もちろんです。どんな印象か？そうですね、テレビのこう中から聞こえてきたことがあるような印象で結構テンポがね変わりますよね。だから難しそうだなと思う印象なんですけれども実際はいかがなんでしょうか？非常に難しいです。難しいですソリストの、この後ご紹介する西田先生ですねに言わせるとこの曲はピアノ協奏曲風ではあるんですけれどもオーケストラとピアノの共演この共演は共に演奏しようじゃなくて争うっていう感じを書いて、共演っていうふうに言われてたりもします。なので激しいピアノ色っぽいピアノで、優しい激しいオーケストレーションですねそこら辺を楽しみながら聴いていただければなと思います。長々と準備しましたが思った以上に早くセッティングが完了しておりましたので皆様に話を聞く時間というのを作られてしまいました。申し訳ございません。今のような曲になりますのでぜひ、一部最後お楽しみいただければと思います。よろしくお願いいたします。池田先生ありがとうございました。曲の楽しみ方が分かりましたね。それではですねここでソロピアニストをご紹介させていただきます。京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専修を卒業され音楽指導やソロリサイタルなどでご活躍現在は京都成章高校で教鞭を取られている西田秀夫先生です。それではジョージ・ガーシュイン作曲ラプソディ・イン・ブルーをお聴きください。
石田秀夫先生と客演指揮者の池田雄介先生に楽団員から花束をお送りいたします。ただいまより15分間の休憩をいただきます。